さん入れます。ご購買者の皆様、大変長らくお待たせをいたしました。それでは4クラ目の開始時刻となりました。これより馬の方が入場してまいります。これより4クラ目、上場番号が38番から48番までのオス馬9頭が入場してまいります。それではご紹介してまいりましょう。上場番号は38番です。カレンブラックヒルの産駒、私ダイナマイト2020、 JRA 職員が騎乗いたします。負担重量は64キロでございます。39番は欠場です。上場番号40番です。バトルプランの産駒、ティンタジェル2020です。 JRA 職員が騎乗いたします。負担重量は60キロちょうどでございます。上場番号41番です。ブラックタイドの産駒、 IB2020 です。騎手家庭生徒、石田拓郎くんが騎乗いたします。上場番号は42番です。バゴの産駒、ムーンレイク2020です。騎手家庭生徒の川原田奈々さんが騎乗いたします。上場番号43番はストロングリターンの産駒、アグネスアーニャ2020です。騎手家庭生徒、小林美久さんが騎乗いたします。44番は欠場です。上場番号45番です。ノボジャックの産駒、スピーディーユーマ2020です。騎手家庭生徒の佐藤翔馬くんが騎乗いたします。上場番号46番マクフィーの産駒、テラノイロハ2020です。 JRA 職員が騎乗いたします。負担重量は64キロでございます。上場番号47番シンシボバのネロの産駒、ルーチェデルソレ、デルソーレ2020でございます。 JRA 職員が騎乗いたします。負担重量の方は62キロでございます。そしてこのクラ最後になります。上場番号48番はシンシボバ、ファインニードルの産駒、ビオレッタ2020です。騎手家庭生徒、田口寛太くんが騎乗いたします。以上のオス馬9頭でございます。準備が整いますまで今しばらくお待ちください。それではこの4クラ目の注意馬についてご案内をさせていただきます。まず上場番号40番でございますが、ティンタジェルの2020同馬でございますが、右後肢破骨軽破のため調教進度が遅れております。従いまして本日の騎乗狂乱でございますが、慎重を期して他の馬より遅いスピードで実施をさせていただきます。あらかじめご了承ください。上場番号42番のムーンレイク2020です。同馬は2021年の4月両施設 OCD 摘出術の行うための全身麻酔歴がございます。上場番号45番のスピーディーユーマでございますが、同馬は両前足屈腱部が太めのためエコー検査を行いましたが、検事室に異常を認めておりません。個体情報開示室に検査画像を開示しております。どうぞこちらの方もご参考になさってください。上場番号46番のテラノイロハの2020でございます。同馬には柵壁がございます。上場番号47番ルーチェデルソーレの2020、この馬でございますが、駆け足調教時に著しい尾翼振動音が聴取されます。さらに上場番号49番の失礼、こちらの方、以上でございます。重ねてご案内を申し上げます。馬主席でご覧の皆様にお伝えをいたします。
お手元の小さいモニターを操作していただきますと動画をご覧いただくことができます。ぜひご活用なさっていただきたいと思います。お手元の小さいモニターを操作していただきますと動画をご覧いただくことができます。ぜひ、ご購買の参考にご活用いただきたいと思います。それではお待たせいたしました、向こう上面では騎乗狂乱の準備が整えたようでございます。それでは4クラ目上場番号38番の馬から、番号順に騎乗狂乱をご覧いただきます。上場番号38番はカレンブラックヒルの3区私ダイナマイト2020でございます。馬の方はスタートを切りましてこれから3コーナーのカーブにかかるところです。上場番号38番私ダイナマイト2020タイムでございます。2ハロンが15秒2、1ハロンが13秒5、合計タイムは28秒7でございます。39番欠場です。40番のティンタジェル2020、馬の方は早くも 3,4 コーナー中間地点におります。上場番号40番のティンタジェル2020タイムでございます。2ハロンが18秒8、1ハロンが17秒3、合計タイムが36秒1でございます。上場番号41番ブラックタイドの3区アイビーの2020でございます。馬の方は 600m ハロン棒にかかるところです。上場番号41番の IB2020 タイムでございます。2ハロンが13秒2、1ハロンが11秒5、合計タイムは24秒7でございます。続きまして上場番号42番バコの3区ムーンレイク2020です。馬は 3,4 コーナー中間地点におります。
上場番号42番ムーンレイクの2020タイムです。2ハロンが14秒9、1ハロンが13秒5、合計タイムは28秒4でございます。続きまして上場番号43番、ストロングリターの3区アグネスアーニャ2020です。馬は早くも4コーナーのカーブ、まもなく 400m ハロンボを迎えます。上場番号43番アグネスアーニャ2020のタイムです。2ハロンが13秒6、1ハロンが12秒4、合計タイムは26秒ちょうどでございます。44番は欠場です。45番ノボジャックの3区スピーディーユーマ2020です。馬はこれから 3,4 コーナー中間地点にかかります。上場番号45番スピーディーユーマ2020のタイムです。2ハロンが14秒6、1ハロンが13秒ちょうど、合計タイムは27秒6でございます。上場番号46番マクヒの3区テラノイロハ2020、馬はこれから 3,4 コーナー中間地点から4コーナーにかかります。上場番号46番テラノイロハ2020タイムです。2ハロンが15秒1、1ハロンが13秒3、合計タイムは28秒4でございます。続きまして上場番号は47番に移ります。ネロの3区新種ババでございます。ルーチェデルソーレ2020、馬の方はこれから 3,4 コーナー中間地点にかかります。上場番号47番ルーチェデルソーレ2020タイムです。2ハロンが14秒3、1ハロンが13秒6、合計タイムは27秒9でございます。このくらい最後の馬になります。上場番号48番新種ババのファインニードル3区のビオレッタ2020です。馬は早くも4コーナーのカーブ、まもなく 400m ハロンボにかかります。上場番号48番ビオレッタ2020タイムでございます。2ハロンが12秒8、1
ヒトハロンが11秒9、合計タイムは24秒7でございます。以上第4クラメオス馬9頭の騎乗狂乱をご覧いただきました。この後第5クラメはメス馬10頭の騎乗狂乱でございます。馬が入場するまでもうしばらくお待ちください。